どうも影げやんです今日はですね、えー、欲張らないということについてお話しさせていただきたいと思いますこれ、ね、何かをこうするときにですね何かに取り組んだりとか何かしているときにですね何かこううまくいかないことがあると思うんですよね全部がうまくいく人ってなかなかいないと思うんですけどもこううまくいかなかった時のね原因の一つにね、えー、自分自身がね そのことについてちょっと欲張っているんじゃないかなっていうふうなことを思うことがありました。というのはね、僕の場合で言いますと、こう売り上げを欲張る、ほんで相手の反応を欲張ったりとかですね、相手の行動を欲張るっていうことですね。こういうことがちょっとあったというか、よくよく考えるとこれは欲張ってるなというふうに考える考えるというかそういうふうに。 え思ううううこことととがができたたいうかそういかうそありましただから欲張るとですねそこまではいかないという形ですね。だから売り上げを欲張ると、えー、そこまで欲張るとうまくいかないというかそういうところになるんですね。で何でうまくいかないかなって考えた時に欲張ってる気持ちがあるんやなとちょうどいいぐらいの感じになってると思うんですよね基本的には。その その足りてる分っていうかねそういう分で、えー、自分のところに来てるはずなのにこう欲張るとですね、えー、じゃあうまくいかないって思った時はちょっと欲張ってるなっていうことがあるなというふうにこれはいろいろ形を変えていくんですけども、あのー、そうですねこう自分にねこう勢いがあるというかこう。 イイケイケな感じになっている時にどん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 進めていくとその急にうまくいかないことが出てくるんですね。でそういう時に、えー、自分がこう欲張っているということがこうあるんですね。で自分をこう振り返るというかこう内観していくんですね。なぜうまくいかないかなっていろいろこう自分の心の中を考えていくとですねやっぱりこれは欲張っているんやなというふうに、えー、自分の中でこう腑に落ちたんですね。でだからねこう こう自分でこれは欲張っているんじゃないかとかねちょっと天狗になってるんじゃないかなということをねこう考えるというか自分の中心の中ですね内観することがこう必要というか必要なんじゃないかなというふうに、えー、思いました、えー、自分の経験からねちょっとそういうことを思ったんですねだかからその自分の,そのどういういんですかね その自分に見合ったもんがこう来てるというかでそれ以上こう頑張ろうとこう売り上げ上げようと努力することはいいんですけどもその 努力して、あとはね、こう流れに身を任す状態にするというか、えー、そういうことが、えー、必要なであってね、欲をかくとですね、で天狗になってもっといい,いい状態になるんじゃないかと思うとですね、そこへは行ってないという状態になっているかなというふうに思いましたね。だから、えー、欲張らないことですね。必要以上に欲張らないこと、あとは天狗にならないことですね。こういうことが、えー、必要なんじゃないかなと。必要というか、えー、そういう気づく をね与えてくれたんかなというふうに思いましたということで今日は欲張らないということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます